アンドリュー・ラマー・アレクサンダー、アンドリュー・ラマー・アレクサンダー、アンドリュー・ラマル・アレクサンドル、1940年7月3日隊は、アメリカ合衆国の政治家、共和党に所属し、テネシー州知事、1979年から1987年と教育長官、199年から1993年を務めた。1940年7月3日、 アンドリュー・ラマー・アレクサンダーはテネシー州メリービルにおいて誕生した。父親は同名のアンドリュー・ラマー・アレクサンダー。母親はジェネブラ・フローライン・ランキンであった。アレクサンダーは高校時代にボーイズ・ステートのテネシー州知事に選出された。アレクサンダーは1962年にバンダービルト大学を卒業した。アレクサンダーは UI 界。 ファイ・ベータ・カッパ及びシグマ会に所属した。アレクサンダーは1965年にニューヨーク大学法科大学院を卒業した。アレクサンダーは大学院を卒業後、1965年から1966年までニューオーリンズで法廷書記官として働いた。アレクサンダーはアメリカ合衆国第5巡回区構想裁判所において、 ジョン・マイナー・ウィズダム判事の初期官を務めた。1969年、アレクサンダーはテキサス州ビクトリア出身のレスリー・ブーラーと結婚した。二人は連邦上院議員スタッフによるソフトボール大会で知り合った。知り合った当時、アレクサンダーはテネシー州選出ハワード・ベーカー上院議員の下で働いており、レスリーは テキサス州選出ジョン・タワー上院議員の下で働いていた。二人の間には男子二人と女子二人が生まれたアンドリュー、レスリー、キャスリン、ウィリアム。アレクサンダーはピアニストでもあった。アレクサンダーは主にクラシック音楽やカントリーミュージックを演奏した。2007年4月には歌手パティ・ページが1950年のヒット曲テネシーワルをセルフカバーする際に ピアノ奏者としてレコーディングに参加した。アレクサンダーがレコーディングに参加したきっかけは、レコード会社幹部のマイクカーブの誘いによるものであった。2007年4月4日には、アレクサンダーの連邦上院議員再選に向けた、選挙運動の資金調達のため、ナッシュビルのシャーマーホーン公共センターで、パティページと共にライブパフォーマンスを強った。1967年、 アレクサンダーは連邦上院議員ハワード・ベーカーの議会補佐官として勤務した。アレクサンダーは後の連邦上院議員トレント・ロットをルームメイトとして生活した。1969年、アレクサンダーはニクソン大統領の秘書官ブライス・ハーローの下で働いた。1970年、アレクサンダーはテネシー州に戻り、ウィンフィールド団の選挙参謀を務めた。 アレクサンダーは、ダンの州知事選挙勝利に貢献した。アレクサンダーは、ダンの選挙参謀として、評価を受け、1974年の州知事選挙では、共和党候補として、指名を受けた。アレクサンダーは、州知事選挙において、民主党の元連邦議員レイ・ブラントン候補と争う、ことになった。ブラントンは、アレクサンダーについて、ニクソンの下で働いていた男と求断した。 選挙戦の数ヶ月前にリチャード・ニクソンがウォーターゲート事件で大統領を辞任していたことからこの避難はアレクサンダーの評判を下げる要因となった。またアレクサンダーの父親は教師であったがそのような環境で育ったアレクサンダーは一般的なテネシー州民の考え方とは乖離があるとの攻撃もなされた。結果民主党ブライトンが総投票の56%を獲得し 得票率44%の共和党、アレクサンダーを下した。1974年、雑誌タイムは、将来の顔200人の一人として、アレクサンダーの名前を挙げた。1977年、ハワード・ベーカー連邦上院議員が、上院少数党員内総務に選出されると、アレクサンダーは、ベーカーの秘書官となった。アレクサンダーは、 ワシントン DC に移動し、ベーカーの事務所で勤務した。1978年、テネシー州憲法が改正され、州知事の多選禁止が緩和された。これにより、民主党所属の現職州知事例ブラントンは1978年の州知事選挙に立候補することが可能となった。だが、現職ブライトン知事は多くのスキャンダルを抱えていたため、 再選を求めないことを表明した。アレクサンダーはこの州知事選挙に共和党候補として立候補することを表明した。民主党からは銀行家ジェイク・ブッチャーが立候補した。アレクサンダーはテネシー州内 1600km をめぐり歩き赤と黒の格子島のシャツをシンボルとして選挙活動を行った。アレクサンダーは11月の本選挙で民主党。 ブッチャー候補を、得票率55%対44%で、下した。1979年1月初頭、退任間際のブラントン知事は恩赦を発令したが、この恩赦処分に対して州民が、抗議騒動を起こした。この恩赦令は純粋な政治的駆け引きに伴うものと、見られていたが、恩赦の一部には増賄と思われるものが含まれていた。ため、騒動が発生した。 アレックサンダーは恩赦に関する騒動を人生化するため、ブライトンを可能な限り早く知事の座から下ろす方策を検討した。テネシー州憲法は、州知事の就任先生に関して明確な日程の規定がされていなかった。アレックサンダーは副知事ジョン・ワイルダーや会員議長、ネットマクー・ウターラ卿は民主両党の幹部と協議を行い、就任先生を 当初の予定から3日前倒しで行うことで合意した。ワイルダーは、この調整について、後に、テネシー流の断崖と名付けた。そして、アレクサンダーは就任先生の直後に、集会議事堂を力属で選挙する、洋州高速パトロール隊に命令した。アレクサンダーは1982年の選挙で、再選を目指し、民主党、ランディ・タイリーを下した。これによりアレクサンダーは、 テネシー州史上初めて4年任期の州知事を2期連続で務めた人物となった。アレクサンダーは2期目の1985年から1986年にかけて全米知事協会の議長を務めた。1987年1月、アレクサンダーはテネシー州憲法の参戦禁止の規定により州知事を退任した。アレクサンダーは テネシー州知事を退いた後、家族と共にオーストラリアで休暇を送った。1988年、アレクサンダーはテネシー州に戻り、テネシー大学学長を1991年まで務めた。アレクサンダーは続いて1991年から1993年までアメリカ合衆国教育長官を務めた。アレクサンダーは教育長官として、 1992年にキリスト教系教育機関多国籍協会を宗教教育の認定機関として称した。だが、キリスト教系教系育機関多国籍教会の承認に関しては教育省の諮問機関が1987年と1991年に不適当の見解を繰り返し示していたため論争を引き起こした。1993年教育研究者 スティーブ・レビコフは、キリスト教系教育機関多国籍協会に対する批判的見解を一冊の本、ウェン・ザ・トラックス・ストップ・ショートにまとめて出版した。レビコフはその本の中で、アレクサンダーが行った決定に苦言を呈した。1987年、アレクサンダーは、ショに保育会社コーポレート・チャイルド・ケアマネージメント・インクの設立を支援した。 この会社は吸収合併を繰り返し、2000年代初頭までにアメリカ最大の労働者保育企業、ブライツ・ハー・アイゼンス・ファミリー・ソリューションズとして成長した。2005年の上院資産公開報告書は、アレクサンダーがブライツ・ハー・アイゼンス・ファミリー・ソリューションズ社の株式を100万ドルから500万ドルの範囲個人保有していると報告した。アレクサンダーは1996年と2000年の 大統領選挙に立候補表明したが、いずれも本選挙まで進むことはなかった。1996年、アレクサンダーはスーパーチューズデー前に実施されたアイオワ州の統領候補者指名党員集会とニューハンプシャー州予備選挙で指名獲得を目指したが、いずれも3位に終わった。大統領選挙から脱落後は、アレクサンダーはボブドールとジャック・ケンプの顧問を務めた。 2000年の大統領選挙では、1999年3月9日に出馬表明を行い、全米各地で選挙活動を行った。アレクサンダーは選挙バスや飛行機などの使用を控え、ホードエクスプローラーで遊説した。だが1999年8月14日に実施されたエイムズ模擬投票で惨敗すると、アレクサンダーは8月16日に、 大統領選挙からの撤退宣言をした。ニューヨークタイムズ氏は、アレクサンダーの撤退に関して、党の指名プロセスが資金力やメディア力によって、簡略化されてしまっている苦々しい現実が、アレクサンダーを撤退へと追い込む結果につながったと、共和党に言及した。2000年の大統領選挙後、アレクサンダーは公職に復帰することはないと宣言した。だが2002年、連邦上院議員、 フレッド・トンプソンが引退を表明すると、ホワイトハウスは、トンプソンの選挙区を継承するようアレクサンダーに持ちかけた。アレクサンダーは、ホワイトハウスの説得を受諾し、2002年の連邦上院議員選挙出馬を表明した。アレクサンダーは、テネシー州内において恩恵派の共和党員とみなされており、アレクサンダーの指名には保守派のエド・ブライアンと連邦下院議員が強く反対し、 対立候補として立ち塞がった。ブライアントは1998年のクリントン大統領弾外裁判の際に訴追役を務めた実力者であった。アレックサンダーは十分な資金供給と有力幹部からの推薦を獲得し、予備選挙でブライアントを僅差で破った。一方、民主党は連邦会院議員ボブ・クレメントを対立候補して擁立した。 クレメントは著名な政治家系の生まれであり、テネシー州の議席奪還に強い期待が込められていた。テネシー州内では恩恵派の共和党アレクサンダーから、中道革新派の民主党クレメントに倶ら返する、支持者も現れたが、アレクサンダーは2002年の連邦上院議員選挙で、クレメントを破ることに成功した。この勝利によりアレクサンダーは、テネシー州において、州知事と、 連邦上院議員の両方に選出された最初の人物とった。またアレクサンダーはその年の連邦上院議員選挙で初選出となった人物の中での最高齢者であった。テネシー州から最高齢初選出者が出たのは1924年のローレンス・タイソン以来であった。イラク戦争開戦以前、アレクサンダーは米軍のイラク派兵を支持し、 イラク問題は直ちに処理されなければならないとするブッシュ大統領との合意を表明した。開戦から1年後、アレクサンダーはイラク戦争について国家における教訓を提供してくれたと述べたが、その一方でアメリカの軍隊が内向的になる必要もないと言及した。アレクサンダーはもし仕事を終える前に私たちが去ったならば、それはさらにひどいことだと発言した。 2007年、アレクサンダーは超党派のイラク研究グループによる勧告を実施すべきであと広く懸念した。そして、アレクサンダーは、もし、ブッシュ大統領がイラク研究グループの勧告を受け入れたならば、ブッシュ大統領はトルーマン的人物として評価されるだろうとも付け加えた。しかしながらアレクサンダーは、イラク戦争の終結やイラク中東部隊数の 削減につながるような法案にはあくまで反対の姿勢を貫いた。アレクサンダーはイラクに配置した軍隊の兵士に必要最低限の休養を与えるといった法案修正などすべてに反対票を投じた。2007年、グレートスモーキー山脈国立公園で前年に発見された飛び虫目の一種に対してアレクサンダーにちなんだ学名が付けられた。これは 連邦上院においてアレクサンダーが科学、研究資金の調達を指示してくれたことに対する感謝であった。付与された学名はコスバーラ・ラモラ・アレクサンダー愛であった。2006年末、アレクサンダーは共和党内で院内幹事の選出に必要な票を確保したと発表した。院内総務、ミッチ・マコーネルやブッシュ政権からは好ましい人物であると目されていたが、本投票で、 元院内総務トレントロットに一票差で敗れた25対242007年末、院内総務トレントロットが上院議員の辞任を発表すると、アレクサンダーは再び党執行部入りを目指した。共和党会議議長を務めていた連邦上院議員ジョン・カイルがトレントロットの後任として、院内総務に反対なしで選出されたため、共和党会議議長のポストが空席となった。 アレクサンダーは共和党会議議長への立候補を表明した。アレクサンダーはノースカロライナ州選出リチャード・バーを31対16で下し、共和党会議議長となった。2007年4月3日、アレクサンダーは故郷メリービルにおいて2008年上院議員選挙に再選を目指して立候補することを発表した。アレクサンダーは テネシー州における最有力人物であり、評価も高かったことから、共和党は、異論んなくアレクサンダーを、公認候補とした。民主党は、内部分でにより混迷を極めたため、選挙戦は、終始アレクサンダー有利の状況で進行した。民主党は、予備選挙の結果、ボブ中区を擁立した。本選挙では、下馬評の通り、アレクサンダーが勝利を収めた。 アレクサンダーは総投票の65%を獲得し、テネシー州96軍のうち95軍で優勢となる地滑り的勝利であった。アレクサンダーは民主党の強固な地盤であったデイビッドソン軍とシェルビー軍でも勝利し、唯一の敗北は黒人が多数を占めるヘイウッド軍のみであった。1996年アメリカ合衆国大統領選挙。 共和党予備選挙。2006年共和党上院少数党い内幹事選挙。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。